ヘッドマーク SL ニセコ号とは、北海道旅客鉄道が、函館本線札幌駅蘭越駅間にて2000年4月1日から2014年11月3日まで、運行していた、蒸気機関車牽員による臨時列車である。運転区間が2001年9月8日に延長された。1988年から1995年まで、函館本線にて運行されていた C62、 ニセコ号の後を引き継いでいる。同列車を担当する SL に対し、新型の自動列車停止装置の搭載が難しい上、北海道新幹線の開業準備を優先させる必要性から、2014年度を最後に、SL 函館大沼号、SL 函館クリスマスファンタジー号とともに、運行取り止めの方向となり、2014年11月3日の最終運行をもって、運転を終了した。 なお、函館本線の SL 列車は、同年12月の SL 函館大沼号、SL 函館クリスマスファンタジー号の運行をもって終了した。使用していた旧型客車については、今後の動向が注目されている。主に9月から11月の周期に運行されていた。札幌くっちゃん館は全車指定席、くっちゃん乱越館は全車自由席であった。 上り札幌発蘭越行き列車は札幌小樽間をディーゼル機関車が牽引し小樽蘭越間ではディーゼル機関車が札幌方で後押ししており SL が正方向で牽引していた下り蘭越発札幌行き列車は蘭越くっちゃん間と小樽札幌間をディーゼル機関車が牽引しくっちゃん小樽間ではディーゼル機関車が蘭越方で後押ししており SL が バック運転で牽引していた。搭載するボイラーの状態等による運行時の最高速度の制限を受ける SL では、混雑区間である、函館本線、札幌小樽間において、他の列車の運行ダイヤに影響を与える点と、石炭の積載容量の関係上、同区間を運行することによる折り返し時の石炭不足を回避する観点から、上下列車ともディーゼル機関車が牽引していた。 札幌駅、小樽駅、清市駅、日記駅、小沢駅、くっちゃん駅、ニセコ駅、昆布駅、ランコシ駅運行開始当初は C11-171 のみ使用されていたが、2000年10月7日からは C11-207 も使用されていた。この2両が重連で運転されたこともあった。補助機関車。基本的に最後尾に連結されて後押ししていたほか、路線形態の都合上、一部区間は、 同期が牽引していた。東日本旅客鉄道から購入した旧型客車4両編成。札幌方が1号車。編成内容は以下の通り。購入後、外装が濃紺に変更された。2012年運行分に関しては、北海道デスティネーションキャンペーンの一環として運行されることから、利用客増大を考慮して1 4系 SL スズラン号編成による運行が発表された。SL ニセコ号も廃止 JR。冬の出現号は存続新型 ATS。搭載困難。北海道新聞。 T h, ok、h t t p w w w h o k k a i d o n p c o j p n e w s d o n a i シュ c o 0 2 8 1と html.sl にせここ編成は旧型客車の上カフェカーには座席がなく純粋なカフェカーとしての利用で実質的に客車は3両での運行であるしかし SL スズラン号編成のカフェカーは座席者を兼ねていることから4両すべてを客車として運用できるために定員像に対応できる点を考慮。ありがとうございます。